まあ、どんなゲームかっていうと、人を罠にはめるゲームなんですよ。お、ランランさん。300チありがとうございます。2も頼むよ。グラも綺麗になって先生向けなんだよ。ぜひとも2やりたいですね。2はやりたいかなと思ってる。いや、今から見てもあれじゃないかな。ゲーム自体がほとんどだから、ストーリーはおまけだから、多分なんとなく分かったぐらいで今日終わると思うよ。 もうほんと佳境だからね。じゃあ今日から見る人向けにストーリーを説明しようかな。まずは、はるか昔、この世界には時人と人間と呼ばれる2つの種族がいた。時人は不老という特性を持ち、そして人間は老いれば死ぬ、そのような人種の差があった。やがて時人は不老という人間にはない能力を使い、世界を掌握することになった。表面上は時人と人間等しいものだったが、そこに渦巻く陰謀と影が世界を覆い尽くす。以上です。 まあそんな感じの物語で、まあ要するに簡単に言うと、時人っていうのはね、本当不老の人種と、人種っていうか、まあ、種族と人間がいて、で、まあ、時人は不老だから、なんだろうな、やっぱ権力を持ってるんですよね。一番偉いのが時人だったりするんですよ、世界でね。で、その時人に取り入れられようとか、まあ、時人のその不老の秘訣を探って、こう、俺も不老になってやろうみたいな、人間がね、思ったりとか、まあ、そういった様々な思惑が重なり合って、争い合ってる、そんな物語です。このオープニングとストーリーはほとんど関係ないです。1ミリも関係ないですね、残念ながら。以上です。このオープニングはね、本当に何にも関係ないから、主人公もまず出てこないし、ストーリーの意味もわからない。そうですね、そう、さらに言うとそうだね。うん、というわけで、本日最終章ですかね。パイロをプレイさせていただきたいと思います。ロードゲーム。ちなみに主人公は自分で名前が決められて、まあ、光ちゃんって言うんですけど、まあ、僕の主人公の名前はね。主人公は時人に昔拾われた人間、時人に育てられた人間なんですよね。で、時人の言われるがままに使命を果たしていくっていうのがストーリーのラインなんですよね。タイトル多分変わってると思います。多分ね、多分変わってるはず。ちょっと野菜ジュース飲んでいいですか。人を絞め殺す前は野菜ジュースの前に。で、これがまあ、なんだろう、チャプターごとの前の、まあ、準備段階ですね。罠用意したりとか、敵のデータを見たりとか。というわけで見ていきましょう。ロンバルド、騎士、レオパルドの兄、時人の容認暗殺を終え、しばらくぶりにアジトに帰ってきた。失った多くの投資のため、死をとして臨む。おお、アンジェラ、シャドウ、職業シャドウ、ハイシュート、27歳、職業はシャドウです。行ってみたいところ、理想を実現するため、そのか細い腕を血で染めてきた。守るべきもののためなら、いつでも死ぬ力、死ぬ覚悟がある。死ぬ覚悟がある。おぼろ、忍者、兄イザヨイと共に多くの時人を葬ってきた。自分の行く末を予感しており、ひっそりと死ねる場所を探して。おぼろは死ぬ場所を探してんのか。また忍者軍団、あれだね、4人衆の筆頭が来たね。イザヨイ、忍者、おぼろの兄、得意の手裏剣は多くの時人の血を吸ってきた。その手裏剣のスピードは弟をはるかに。じゃあ、イザヨイの方が強いんだな。気をつけようか。あとはマップ。そうですね、ゲームをステージをクリアするとね、トラップをまた作れる。トラップを作っていこうかな。どうしようかな、トラップ。ヒートブレス、サンダーボルト、ヘブンズフロア。ヘブンズ
ーロアが名前的に一番いいんだよ、俺的にはね。大好きなんだけど。チェインニードル。どうする？今回何を持っていこうか。何がおすすめなのかな。ヘブンズロア、ヒートブレス。上級者的には何がおすすめです。カタストロフボム。カタストロフボムはね、弱いって聞いたんだよね。あんまり使えないですよ。でもいらないから床系を押してみるか。ヘブンズフロア。そうですね、まあ、一応ねアーカイブ見ろよって言って突き放すのもね、もう すごく申し訳ないので、ヘブンズフロア使いたいな。床が激しくに飛び出し、人間を天井に叩きつける。落ちた時にもダメージを与える。まあこれでも使いどこが難しいんだけどね。マグネットフロア、まあ前回と同じあれでいくか。結構固まってきてるからな俺のもうトラップ術は。まあ俺のね華麗なトラップ術にひれ伏すがいいよ。第22話受け継がれていく心。第22話レオパルト、俺たちはこれから仲間の仇を討ちに行くつもりだ。まあ、仲間の仇ってあれですね、僕のその待ってる館で今まで数多くの人を葬り去ってきたんですよ。もう最終章ですよね。まあ、それの仇を討ちに行くつもりだということですね。当然お前も行くんだろ。ロンバルド兄さん、僕はキース大将がそんなことを望んでいるとは思えないんだ。ここを引いてた隊長は前回の時に、そうですね、岩で押しつぶされて死にましたね。僕のね。そんなことだと臆病風に吹かれたのか。キース隊長もやられたんだ。正直に言って僕の力じゃどうしようもないとは思う。でもそんなことじゃないんだ。じゃあなんだと言うんだ。じゃあ何だと言うんだ。隊長は時人を絶滅させようとしていた。うん、そうですね。まあその時人を倒して人間が、まあ、平等に暮らせる世界を実現しようと、まあ、そういったところだったんですね。ここで僕たちまでやられたら誰がキース隊長の意志を継ぐんだ。あー確かにね。で死んじゃったらもう意志を継いでいける人たちがいなくなってしまう。レオパルト、お前は本気で時人を絶滅させるべきだと思っているのか。俺はそんな必要はないと思っている。この国は平和だ。もちろんそれは表向きで、裏では時人が何か怪しいことをしているのは分かっている。あ、こういう世界観なんですね。だからレッドブラッドのメンバーとして行動したし、レッドブラッドっていうのはそのあれなんですよ、時人の抹殺を企んで、まあ俺だよね、俺光ちゃんにね、資格を送ってきた組織なんですね。人間側の組織、レッドブラッド。だからレッドブラッドのメンバーとして行動したし、普通の人間と同じように時人様と呼んで奴らを尊敬するつもりもない。けれど時人がいなくなれば人間同士による争いが起き、この国の平和は乱されるだろう。悲しいな兄さん。それは俺はキースさん、キースがレッドブラッドの仲間が好きだった。彼らの仇を取りたい。ああだから行くってことか。僕はもういい。お前はお前の信じる道を行くがいい。ただ俺の言ったことも忘れるんじゃないぞ。去ってった。さよなら。さよなら兄さん。でこれを殺す側が俺なんだよね、残念ながら。こんないいストーリーをさ見せられてさ、待ち受けてるのは俺なんだよね。おぼろ。隣の部屋に人の気配がするな。お。
ここまで来たことはまだ気づかれておらぬ様子。このまま一気に参ろう。参るのか。あ、来たな。いざよいところからか。忍者二人衆ですね。忍者はとりあえずまあ俺の華麗なねトラップ術をちょっと見るがいいと思う。まあ、びっくりすると思うよ。こうだな。化け風呂はね、まず吸い寄せて、そこに対して、ボコします。さらにはとどめに、いや、とどめというか、逆側に来たときに、あ、いや、ボコします。もしかして間に合わない、間に合わないよ、次はやる。この部屋がダメだときは、次の部屋に行って、また、こう、罠を作り直すんですよね。まあ、多分最初は間に合わないですよ。忍者なのに、足が速いんで。どうしようかな。今回はバキュームフロア。このバキュームフロアで敵を吸い寄せます。いや、吸い寄せません。パワーマグネットを使うんですよ。これで壁に吸い寄せられる高等技術。そして壁に吸い寄せたところにアイアンボールという鉄球を落とします。階段から転がすんですよ。さらには吸い寄せられたところにプラストボム。完璧ですね。まあ、IQ2000 の俺はね、一瞬で思いつくからね、こういう作戦が。思いついちゃうんだよ。分子だから。バーキュープラストボム来い、マグネット。よし、見直した。ここで一回待って、バキュームですよ。違うんですよ、これは。これは違うんですよ。一回逃げる。やばい、盲目状態だ。最終章に来ると敵がやっぱ強いね。だがしかしそんなのは問題ない。俺はいつもこの暗闇の中を生きてきたんだ。こんなかりそめの暗闇なんてことはない。うわよし、ここでバキュームフロアだ。バキューム使って吸い寄せてアイアンボールだな。アイアンボールからのローボンだな。もう落とす。これが完璧になる。いってー。よし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 、作戦通り。誰に知られることもなく死んでいくのも運命か。はは、これが俺の作戦なんだよ。あえてそこには何もないように思わせて呼び込んだんですよ。華麗な罠さばき見せてあげよう。はい、アイアンボール。こうなんですよね。ドーン。さらにはボムを。主君の敵も撃てるようでは生きておっても仕方ないわ。これです。これでもう一人来たね。ロンバルトとアンジェラ。ロンバルトとアンジェラはどっから来るかな。基本的にはこれをね繰り返す戦いなんですよ。これがカゲロウ。罠使いたいな。間に合うかな。あの忍者軍団のために作った罠をうまく使いたいところはある。
あーパーマグをいたのか、そっか、ブラストいた、ブラストいた。来るかな、もう来るな、ロンバルドが来そうな。よし、じゃあここではめよう。そう、罠をね、連鎖していくのがこのゲームの醍醐味ですよ。パーマグでーす、寄せたいね。来てるね、来い、パーマグで吸い寄せてやる、パーマグネット。そしてここからの岩、さらにはブラストボム。あれ、あいつどこ行った。あ、なんだなんだ、今なんかいたぞ、なんか今見えたぞ、なんだ、あ、見つけたぞ。あ、イベントシーンだったのか。勝負だ娘。ああ、はいはい、了解です。びっくりした、入らないか、一回パワーマグネット使いたい。パワーマグ、アイアンボール。これでロンバルドは大ダメージ、大ダメージを受けるだろう。そしてさらにブラストボムでとどめ打ち、これがカゲロウなんですね。じゃあでもなんか逃げても大丈夫そうだな。このご自身には戦闘力ないですね。この自身に戦闘力があるとただ殴って終わりのゲームになるから、だから罠を仕掛けて戦う。ただの人間ですから、ヒカリちゃんは。ヒカリちゃんはあくまでただの人間ですよ。そういった能力はないです。これで吸い寄せたかな。よし、ロンバルドはそうでもないな、なんか動きが単調だし結構やれそうだな。よし、うわー、終わりかな。で、ドーン。よし、あとアンジェルだけだね。アンジェルは違う部屋で行こうかな。仲間の元に生きるのだ、後悔はしていない。そうそうそう、ちょうど行ってくれた人いたけど。そうだな、ルーン、これ、ね、ルーンがね設置されてて、ルーンを回復するとか、あのルーンを取ると回復できるんですけど、あんまりもう最終面の方だからね、ルーンの数も2個ぐらいしかないって、結構鬼畜しようよ。まあこちらぐらいならやれるだろう多分。何が落ちてるの、あれかな、ペンデュラムがあります。うまくペンデュラムに吸い寄せたいけど、ここにバキューム、バキュームしてゴム転がすか、ゴム転がそう。で、あとはガスでいっか、ガス、困った時のガス、まだ間に合えばって感じじゃない、間に合うかな。そこだけ、そこだけ心配だわ。早いんだよね足が、間に合う。これね、相手のそのキャラクターによってね動き方にも特徴があるから、それ面白い。あれ、あ、あ、あ、そうでしょ、そうでしょ、あ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 、やばい、うわあ、罠はね、あ、あ、
あなたは人を殺す意味が分かっているのですか？人を殺す意味？バーガー屋を経営するためだろう。分かっているさ、それぐらい。ミッション22クリア。いやこれね、そうだよ、みんな今俺がなんか間違えて巻き込まれちゃったと思ってるじゃん。範囲に巻き込まれてさ、違うからね。体力が相手少ない時は一緒に巻き込まれて攻撃させることによって確実に勝てるんだよね。これが俺のトラップ術。勝利うめえぜ。勝利の後の勝利はうめえな。パーフェクトジェノサイド。あ、今日 PS2 持ってくるの忘れた。まあ明日設定するか。チョジャンスタップいいでしょ。チョジャンかわいいよな。お、ヴァルヴァルト、ヴァルヴァルト。それでは年長者であるわしが先に行かせてもらおうか。ちょっとマジそれはずるいんじゃない。私だって先に行きたいよ。行きたがり屋多いな。見たところお主の腕前では魔物が取り付いた娘には勝てぬだろう。賞金を手に入れるために死んでしまっては親が悲しむぞ。私は魔物に勝てないって。それが事実かどうか確かめてみるかい。チョちゃんだよ。まあまあお二人さん、そんなことで、ちなみに僕は親友のマナナちゃんも好きです。そんなことでやり合うことはないでしょう。国王陛下の出されたお触れによれば、多くの勇者たちがここにいる娘に殺されたらしいじゃないですか。ここは一つみんなで協力して魔物を倒しませんか。悪そうな顔のやつ出てきたな。協力？終盤って感じの敵だよね。四天王っぽいね。賞金は山分けになりますが、それでも十分な額でしょう。自信力ってやつだな。討伐に自信力ですね。互いに争って死滅するよりはお互いのためにもなると思うのですが。賞金を山分けするのは別に構わん。じゃあわしは自分の力を試したいの。探求者ですね。先に行かしてもらえるならそれで構わんぞ。私もそれでいいよ。まあまあボット雑談の時にちょっとお話しさせていただこうかな。まあ僕があれですね、お願いしたって形ですね。よし、まずはセーブだ。あと新しい罠欲しい。侵入者データ。おっ、浮いてる。ボルボルト浮いてるぞ。長年魔道の真の姿を求めて生きてきた。己の力を高めることが人生の全てであり、それ以外の欲はない。竜みたいだな、ストリートファイターの。すごいな。雷を使いこなす。はあ、なかなかいい性格はしてそうですね。マージ、バーバリアン。野党に皆殺しされた一族の生き残り、共に生き延びた母を支えながら敵を撃つべく肉体を鍛えて。バッシュ、バッシュバーン。長いよ、バッシュバーン。クラッシャー。モンスターハンターとしてそれなり、直接的ですね。モンスターハンターとしてそれなりに実績を上げてきた。金よりもハンターとしての名声を欲している。あ、みんなそういう集団なんだね、賞金稼ぎっていうのは。元は村の地主の息子だったが、父が貴族の身分を買い取った。ため、その意向を利用して勝手に騎士を名乗っている。え？そんなやつが来るのか。バーディック。
ックでもないな。ベルベット、呪縛師。王宮呪縛師だった姉に憧れ、自分も呪縛師を目指しているが、気が弱いためなかなか慣れずにいる。体力回復能力がある、はい、一番先に倒したいよ。ロシュバルド、僧侶。地元で僧侶をやっていたが、インチキがバレて逃げてきた。インチキ、インチキ、僧侶にインチキってバレるの。一応僧として他人の回復ができるが内面は腐って。ひどい言われようだな。この解説文でそんなに言われてるやつ初めてじゃないか。中身が腐っているってひどいな。変な集団やね。まあいいや、今回はステイでいいか。よし、このまま行こうか。一回セーブだけかましてからやろうかな。変な奴らしかいないな。そう、リーダーのね、ライド士の人しかまともな人がいない。探求者だから、ね、よし、行くか。やべえ奴ら。第23話、乱されぬ渇き。そうだ、生草坊主みたいな感じなのかな、多分。お、バルボルト、お主さっきの話に同意したのだろう。なぜついてくる。他の者のように後から入ってくれば危険は減るのだぞ。ギロチンが真横にあるな。ついに、あんたの力を見てやろうと思ってさ。あんただって誰かに見てもらいたいだろう。ほほう、面白い娘だな。名前を聞いていなかったな。マジだ、マジマジじゃん。あんたはバルボルトだ。言いにくい、言いにくい名前だな。バルボルトです。友達に名前を覚えてもらいます。よし、というわけでバルボルトたちがね、階段が2つあるんだよね。となると階段の上で一回勝負を仕掛けるしかないので、そうですね、階段の上だったらパーマグネでいっか。パーマグで吸い取ってブラストとか岩落としでやりますか。あとはブラストかな。今回は結構壁際で攻めよう。画面端で攻めるタイプでいこう。画面端、バルボルト、そう、スペル書くのとか大変そうだよね。来るね、1匹目は来るな。ガチャ、マージが来た。マージちゃん来たね。なんだその軌道は。パワーマグ使おう。パワーマグでーっと、よし、吸い込まれた。そこにアイアンボール、ドーン。さらには跳ねた後にはプラストボーム。んー、10割は持ってきないか、残念。まあ次だな。次はもう一個下で待つか。次スプリンターキューブフロアでここかな。この範囲バキュームしてアイアンボールと、あとは ローリングかな。ボルボルトも来てるね。ボルボルトじいさんはまずほっといてもいいのかな。先に多分あのバーバリアンかな。とどめを刺さない。あ、やばい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 、やられちゃう時があるからね。ん、なんだ、なんか変な煙みたいなの出なかった。なんだあいつも瀕死状態だな。先に倒してもよかったな。足遅くなるタイプだったな。バルボルトじいさん、チョちゃんのスタンプめっちゃ使いやすそうだね。いいね、実装書いていただいた甲斐がありましたね。絵っていうのはいいよ。俺が結構チョちゃんのこと好きなんだ。あ、あいつもしかして吸引されない。バキューム効かないっぽいな。あ、なるほどね、バキューム効かないのか。バキューム耐性持ちだな。しかも浮いてるし。なるほど、
そうか、バキュームのキャラ敵もいるんだ。っていうことは何かしら考えないといけん、いかんってことですな。そうだな、スプリングフロアでぶっ飛ばした後にアイアンボールを、あべべべべべべべ、アイアンボールを食らわせるってのもありだな。そうだな、これでいくか。で、食らわして拷問はまだ動いちゃってるから薬しか効かなそうだな。あ、やべ、強いフィレット。待って、バルボルトが強いぞ。これ、もう一回食らったら多分死んじゃうな。バルボルト強いな。どうしよう。マグネットが通用しないのか。結構厳しいな、それは。いきなり落とすか。いきなりアイアンボールで落として。ワンチャンアタックボールでマグマの中に突き落として、もう一人はまあもう一人は多分効くだろうから、バーバリアンの方はこれで処理できればいいな。マグマの中に突き落として処理しよう。そうだね、結構攻撃力も高いしね、まあ逃げながらうまくね、やっていけば大丈夫だと思うけど、岩をね、まず落としちゃいたいね。落としてバルボルドじいさんを奪おうとする。よし、あんまり体力がないから おじいちゃん。これであとはボールでぶっ飛ばせばひとまずダメージは稼げるんじゃないか。まだ俺最初の2人だからな、言うて。ほんで全勢力を使うわけにはいかない。あ、これやばい、雷撃魔法来たか。逃げた。雷撃魔法来てたね、危なかった。結構範囲広いんだな。今回ダメだったらあれだな、多分バルボルトから先にやった方が良さそうだな。バルボルト結構面倒くさかったな、思ったより。岩で落とすしかなさそうだな。岩落としで、あとはバーサーカー用のバキュームフロアを用意しとけばいけるんでねえか、いけるんでねえか。多分よし、こんなもんかな。ここの部屋で2人やっちゃおう。多分動いてたらさすがに避けれるんじゃないかな。動いてても避けれない攻撃もあるけどな、このゲームには。恐ろしいことに祝詞使ってくるやついるからな、このこういうゲームにはあってはいけないだろう。罠を無視して攻撃してくるからな。すげえ戦いだった。バルボルドじいさんはここでアウトにしてもらおう。あそうだ、なんだってなんやと。ちょ待ってくれ、そんなバカな。うわー、やばいやばい。しかもこれ壁越しに攻撃してくることが今分かった。これルーン取らないと。よぎられちゃった。これ大丈夫、ルーン取るから。ここでルーン取って、よし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 。まあアイアンボールだろうな。でどうすっかな、アイアンボール。バッストリングで4マスでしょ、4マスでしょ。1234、微妙に届かないんですよね。乗ったら発動するんだよな、多分。無理か、無理だ、ブラストにしよっか。いや、バキュームにしてローリングでフィニッシュだな。ローリングボム、ローリングボムでフィニッシュ。オッケー、
はい、OK。同じ部屋なら多分どこでも聞くっぽいね。もう最終章近いから結構レベルが高くなってきて怖いわ。バルボルドが来るでしょ先に。あいつもう瀕死だからな。マージはマージはもうどっかの部屋に行って無理やり倒しに行ってもいいかな。よし、バルボルドはこれで OK だ。さらばバルボルド。世の中上には上がいるものだな。いやお前は強かったよ、十分マジで強かった。じゃあバーディック、なんか変なことになっちゃったな。僕は魔物と戦うつもりなんかなかったのに。そうですか。俺は仕入れのために必死だけどな今日も。あれ、あの足を遅くして一人放置しとくのいいかもね。結構結構いいかもなこれ。この作戦、作戦なのかわからないけど。相棒どうするかな。まあいいか。ガス巻いとくか。ガス巻いて来させるか。よしこれで OK。 バーディックが先に来そうだな。これで吸い込まれて、あの多分ペンニュラムに当たるでしょう。来いペンニュラム来い。ザクッドーン、大ダメージ。よしこれでバーディックも瀕死状態だな。あ、えまだ結婚もしていないのに。バーディックさん今勝手に巻き込まれた。もしかして2回目のペンニュラムに跳ねられて死んだ。ロシュワルド、単純な奴らだ。あ、出たクズ野郎。大物は奴らに任せて、私は魔道具探索をするか。あ、あいつ止めないといけないな。そうですね、あいつ今真反対にいるのか。あいつマージを倒してからだな。多分マージを倒してから行くか。マージはもうでも虫の息なので、パパッと押したいっす。マージ何で倒そうかな。まあいいか、普通に倒すか。扉の前でアイボとブラスト、さらにはまあいいか、これだけで十分だ。ラストボーム。よし、さらばだ。全く歯が立たないなんて、バルボルトの言った通りかよ。まあ、バルボルトさんもね、あんまり歯が立っていたかっていうと定かではなかったけど、たらい落としてみたいね。魔物はどこにいるんだ。同じ王号から2人来たか。今度バッシュバーン、バッシュバーン、バッシュバーンとかなんかバルボルドとか名前が同じ濁点がつく名前の人多いよね、この国の人。あんまり覚えやすいとは言えないね。来た、いたぞ。間に合うかな。あ、スプリングロバだった。バキュームでこうかな。こういってで、アイアンからのローリングから、ゴロ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 。よし、オッケー。
バレないようにしとこう。クールタイムが結構長いからね、範囲が広い代わりにね。やばい、間に合わないと思う、本当に間に合わないと。こっち来たぞ。あ、吸い込まれる。アイアンボール、ローリングボーム、ドーバゴーン。あいつも足遅そうだな。もう一回いけそうだな。ズドーン、大爆発。ロシュワルド何だったんだ一体。何しに来たんだこいつ。うまくいったと思ったのに。確かに昔の漫画の主人公そんな感じだよな。あの、あれ思い出したわ、銀エーデン。銀エーデンの名前がそんな感じだよね。ロシュワルド君が吹っ飛んだ。あれはでもシーツに結構落ち着いてる名前ではあるから、自信を起こし始めた。よし、これでもいいかな。よし、吸い込まれてアイアンボール、バーゴー、さらにはローリング。どうしようかな、どうでしょうかな。これ押し付けたいんだよね、電撃。押し付けられるかな。うまくスプリングフロア使って電撃悶絶地獄にしたいんだよね。こうかな、こう、こうだな。こう設置して悶絶地獄にしたいな。で、その寝そべってるところにアイアンボールでしょ。アイアンボールを置いて感じてみた。次の周回だな、一周しよう。ラインハルト攻撃、あれドイツの名前だよね多分。めちゃめちゃ複雑な名前してるよ。だからこそいいのかもしれない。なかなか覚えにくい。というわけで原作の最初の方はね、原作の方は知らなかったんだけど、ジャンプの方で知ったんですよ。今、ヤンジャンで再筆してるんですよ。そこで死にましたね。存在自体は知ってたけど、あべべべべべべべ。よし、いいってね。さらにはその上から岩が降ってきて、さらにはその上からローリングストーンが、うおー助けてくれー、死体が爆散する。あれ、魔物か。誰かが先に倒してくれていればいいな。最初絶対合わないだろって思ったんだけどさ、正直俺は藤流先生のね絵は大好きなんだけど、ただ合わないだろうなと思ってたんだけどね、なんか意外と悪くない。さあどうするかな。今回マグマに吸引したいね。マグマ吸引に行きたいけど、どうするか。バキュームフロア、バキュームフロアとアタックウォールをまず逆側の方に設置、そしてアイボだな。やっぱアイボを反対側に設置することによってどっちも防ぐ。完璧、俺のシナリオ通り。
そうなんだ。なんかね、すごいあれだよ、かっこいいよね、名前が。かっこいいっていうか、なんか仰々しいよね、みんな出る人出る人、まあ、ヤン・ウェンリーが一番かっこいいです、名前。スマートな感じがする、ヤン・ウェンリー。アヒー、お、マグマンだが落ちてったぞ、ベルベット。さらにはここでマグマに身を焼かれろ。苦しいか。さらにここでいいか。苦しいか貴様。マグマに身を焼かれ続ける。あちあち、な、それなら左から行けばいいのか。今左から来てますね。ところが残念、左側もね、残念ながらもう岩があるんです。おお、避けた。なんだあいつ、天才か。くそ、やっぱ左もダメか。じゃあ右から行くしかない。右にはね、壁があるんですね。燃えろ燃えろ焼けろ。はあ、苦しいか、悔しいか。さらには岩もヒット。どうして私を殺すの。他の人を殺せばいいじゃない。ミッション23クリア。たまんねえわ、これなんだよね。パーフェクトジェルソン。次回作ってこれさ PS2 なの、気になるな。あ、次はちょっと違うゲーム挟んでからまた2っていうか次回作やりたいと思ってるけど。ミッション26らしいですね。もう終わりかな、佳境ですよ。オメガエクリプス、聖地に住む魔物を倒せば賞金を出す、そういう触れを出しているようだけど、一体どういうつもりだい。人間狩りが終わったからな。ヨカルの育てた人間の娘光を始末したいのだ。僕です、光、僕です。お前も知っているだろうが、この娘が意外に強くてな、時の人形を使ったボークスも返り討ちに遭う必要します。それで人間を使って殺そうとしているのか。うむ、しかし普通の人間には光を倒すことは無理かもしれんな。オメガ、できればお前がこの人間の娘を始末してよ。わかった、僕も兄弟を殺されたしね。時人か、これついに時人が来るのか。じゃああと2話で終わるかもしれないんだ。テベルギーン。名前がさ、テベルギーン、やっと誰か来たようだな。あれはね、トキビトですね。顔が青色のは。フロード種族って言われてるトキビトです。この世界にはトキビトの人間しかいないんだよね。冒険、ちゃんと離れつついてこいよ。うん。冒険さ、ガッツみたいな格好してるな。賞金は高いが、その分危険だからな。でも、冒険が守ってくれるんでしょ？こいつらできてるのか？こんな、こんな。格好してるのにな、当たり前だろ。こんなやつでも彼女がいるの。一歩林、テベルギーン、てんてんてん、
やっと魔物に挑戦するやつが来たかと思ったら贅沢は言えないか。これ以上待っても誰も来ないようだし、女神像をいただいてさっさと逃げるとするか。ゼールぐらいでいいよね。ゼベルギーンって覚えにくいしね、普通に名前。俺たちもできてる。その顔見るたびに笑うからやめてほしい。あいつらマジ一番早くマグマに突き落としてやるから。オメガ、時の神兵。シグマが殺され復讐したいと思っていたが、生死で戦闘することにはためらいがあり、別の機会を狙っていた。オメガ。次、ゼベルギーン、錬金術師。不老不死の秘密を求めて時人の聖地まで来たが、中に怪物がいるという噂を聞いて入れずにいた。ヒーリング能力がある。ああ、めんどくさいやつだな。ウォーケン、バーサーカー。クローディアと結婚したがっているが、彼女の両親が自分との結婚に不安を感じていて、なかなか許してもらえないでいる。まあ、ねえ、まあ何も言わないけどね。それ不安を感じるよね。もしさ、自分の娘がさ、お父さん、お母さん、私この方と結婚するのって言われて、このウォーケンが来たらさ、俺もそこをやめろって言う。速攻言うけど。クローディア、弓使い。ウォーケンがしっかり自分を養っていけることを両親に証明すれば、結婚を許してもらえることになる。稼ぎはいいだろうけどな、多分戦士だろうしね。そういう問題じゃないと思うぞ。お父さん方が気にしてるのは稼ぎとかじゃないと思うぞ。特に欲しいものがないですね。カタストロフ、ゴールドアローを1回ゲットして、次何もらえるか見てみるか。そう、そっちなんだよね、正直ね。コールドアロー、コールドアローはいいとして、あー、これ最終段階だったわ。そうか、もう終わりだから進化系もないのか、悲しい。今の装備が俺のできる全てなのかもしれないですね。なるほど。やっぱり改良したい。嘘、嘘でしょ。なんで、なんで、そうですか。僕はすごい、なんだろう、めちゃめちゃ満足してるんだけど、やっぱりクリエイターの方ってね、こう、なんだろう、極限までみたいなとこあるからね。そういうことなのかな。第24話、絶たれた絆。俺とひかりちゃんの絆は絶たれないけどね、一生ね。俺の中では、俺の中では。めっちゃ可愛いよね。俺それ見たときドキッてしちゃったもん、ちょっと。クローディア、ウォーケン、この遺跡すごいね。そうだな。魔物を倒して賞金を手にしたら、二人の結婚式はここでやろう。え、そういうとこじゃないか、結婚できないの。絶対そういうとこだろう。クローディアさんも、てんてんてんで言ってる。お前何を言ってるんだって顔で見てるな。バカ！終わっちゃった。終わっちゃった。なんなのこのイベント。俺のね、罠はね、クールタイムが全体的に長いからね、ここには仕掛けられない。でなら、化け物娘。かわいいね、化け物娘って。かわいい。そこだけ聞くとね、すごいかわいい感じよ。化け物娘でーす。いちゃつきやがってよ。ここは戦場だぞ。スプリングフロア。そうですね。あ、バキューミンするか。バキュームして、まあアイアン落とすか、かペンデュラムに挟むか、どっちかやりたいんだよ。ペンデュラムでもいいか。バキュームペンデュラムでいいな。で、なんかタライかなんか
当たればって感じで落とすか。バキュームフロアの位置が間違えたの、はい、でたらいかな、たらい当たればって感じで、これ当たらなくてもよし、適当に置いとこう。でそのペンデラムで転がるから何がいいだろうな、一回押し出せるかな、もう一回押し出して当てるってできるかな、まあ、まあいいか、まあ、できればって感じ。こんな感じでいきましょう。互いに殺し合わせない、こんなこと、うわっ、えあれ、えあ間違えた、逆だったわ、やべ、 逆だったやべ、間違えた、あ方向間違えてた、たらいはね、クールタイム早い、間違えたわ、やべ、後ろから急に出てきてびっくりした、昔俺らノクトみたいな髪型してたからな、みんなノクトとクラウド、いやさんと俺は少ない、ここはもう決まってるからね、やること仲良しにしてほしいよね。これでアイボとアタボかな、アイボとアタボ、よし、来るなこれで完璧だ、さあ苦しむがいい、ヤジ爆発しろ、俺爆発させてるから、ウォールドーン、へっしまった、やばい、キツナパワーで乗り越えられた、俺は一人だけどあいつらは二人いる、なんてことだ、くそ撤退だ、ちくしょう、キツナの力を見せつけられたんだけど、悔しいな、キズナパワー見せつけられたんだけど、何なんだよ一体、スプリング使うか、スプリングフロア使うか、冒険ね、違う、多分あれだよ、あの鉄球に当たったんだよ、多分鉄球に当たってさらに大ダメージ食らってると思う、今発動させてから来たからね、こんな時のために、こうだな、これでパーマグとかどうよ、引っかかるかは知らんけど、左から来たら引っかかるな、多分パーマグで飛んだところに対してアイボかな、よしこんな感じ行こう、刺してやるから待ってろ、独身男性を舐めたらあかんで、ほんま失うものは何もない男の強さを見せてやるよ、行くぜ、まずはパワーマグネット、吸い込まれたな、嘘だろ、間違えたわ、これじゃダメじゃん、あよし、これだ、彼女の方行ったな、女の方が焼かれてるな、そいに焼かれろ、あ倒れた、電気に焼かれてるね、あ冒険の嘘つき、彼女倒れちゃったけど、君冒険くん、彼女倒れちゃったけど悔しいかい、
さてと、お、お熱いカップルが魔物と戦ってくれてる間に永遠の寿命の秘密をいただきに女神像へ向かうとしますか。腹立つなあ、あいつなんか腹立つなあ。プベルギーン、どうすんかな。たらい、たらいバキューム行くか。仕掛けがある場所困ったけど、たらいバキュームローリングでいいか。たらいバキュームローリングで仕留めよう。たらいね、むずいんですよこのゲーム当てるの、マジで。早すぎてもいけないし、遅すぎてもいけない。お、ヨグモクローディアをスーッガン。あとはもう一人か。もう一人はこっちから来るのか。二人はいつまでも一緒だって約束したのに。青春アミーゴみたいなこと言いやがって。そんなのは叶わない夢なんだよ。人は死ぬぞ。バキューム、バキューム、ここだったら、そうですね、パワーマグの方が有効的ですね、多分。ドコマスに吸い取れるパワーマグで吸引した方がいい。で、アイボかな。アイボ強いんだよな、やっぱり。やっぱアイボくん。で、アイボで。あとはあれか、グラスにするか。グラスでいくか。はい、あっ、お、来たぞ。ちぃ、見つかったか。なんだこいつ、なんなのこの人、なんなのそのセリフ。ちぃ、見つかったか。こんな子役感満載にしなくても、子役物感、物感、物感満載にしなくても。どうするか。ブラスト似合うとは思わない。チーゼベルギーン、やべ、ゼベルギーンが来るぞ。ゼベルギーン来た。ここでパワーマグでうまく吸い取りたいところですね、このライン。あいつあんま足早くないね、ゼベルギーンは。なんかどんな罠でも刺さりそうな気がするな。逆に早く使いすぎちゃうと危ないかも。早くない急に。え、ちょっと待って、え、あ、あ、え、あ、え、あ、え、え、なんだぞ。急に加速し始めたんだけど、びっくりした。え、なんか俺のこと無視してない？止まったぞ、止まったぞあいつ。え、わけがわからん。なんだあの動き。あ、トラップがあると避けるっぽいのかな。
うわ、なんだその攻撃。ちょっ、え、強いんだけど、地味に攻撃力めっちゃ高いんだけど。え、こいつの攻撃パターンが読めないな。攻撃ってか移動パターンが読めないな。来るのかなこいつ。このめちゃめちゃ足遅いけど、攻撃してくる。とりあえずたらいから行くか。入り口たらいから行くか。今回は、今回のブリーフィングは入り口のたらいから。そうだな、バキュームフロア、まっすぐこざして、バキューム、バキュームですね。でまずはダメージを与えていきたいね。どう思う、このブリーフィングどう、完璧じゃない。あ、嘘でしょ、なんだ、あ、え、勝手になんか発動されたんだけど、なにこれ、え、あいつの能力か、え、なんか罠が発動させられたんだけど、え、なんだこれ、は、え、なんだあいつ、もしかしてめっちゃ強い、トラップ逆利用させられたんだけど、なんかトラップ避けてないっていうか、そもそもめっちゃ強くね、この人。これ最終に近くなってくると俺のトラップまで使ってくるのかよ。レベル E めっちゃ強いぞこれ。ちょっと待って、特殊能力持ちすぎでしょ。とりあえず一回はめれれば、あ、行っちゃうな、あれ、セブリギー。多分一直線かな。まずいですよ。こいつ自体は、こいつ自体も強いのに、なんか、戦う気がなさそうな動きしてくるよ。ちょっと待って、たらい。ちょっとガチでいくわ。ガチ、ガチ、ガチ装備でいくわ。形にこだわってるとやられそう、もう危なそう、ガチるわ。まあまあ見てて、まあ見てて、俺のガチスタイルってやつを。容赦ない時はこれ使うから、この3点コンボあったわ。ガチプレイにしたいから、まあ見てなって。はい、吸引からのアイボン、さらにはパワーマグネット、ああ、いや、こっからよ。え、こっから、まだ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 俺の戦い終わってないからね。よ、俺のターンはまだ終わってないぜ。さらにバキュームフロア、そしてバーサークガス、さらにはパワーマグネット間違えた間違えた、ローリングオーのつもりだった。来るぞあいつ、なんか怖いんだけど。やべ、最後になっちゃった。でもね、これ最後がね、一番ね、熱いんですよ。上級者は最後で決めるからね。いくよ、ここで、アイボなんだよね。これで、これで決着ですよ。アイボ打って、ローボンですね。勝った。勝ち確。
アイムウィナー。そうだそうだ、ちょっと待って、足が速い、足が速い、予想以上。あー、ドラゴン間に合え、間に合え。お、オメガだ、まだいるぞ。よし、気をつけないとな。最後に一体頑張って倒そう。ここまでまだ仕掛けてきてるからな。あとオメガだけでしょ。カッターはルーム的にいるし。アイボ地下当てした。やっぱアイボ強いからね。オメガね、浮いてるんですよ。だからもしかしたら効かないかもしれんね。磁力系が、俺の得意な磁力系が効かないかもしれない。オメガは時人だからね、相当強いと思う。あれクローンだっけ、オメガ。オメガはクローンなんだっけ。時人クローンか、時人ではないのか。バキュームフロア、あ、ここに仕掛けてたんだ。なぜ昔の俺はここに仕掛けてたの。ああ、そういうことか。なるほどね、分かった。あとアイボか。これでアイボ落とせばいけるな。あとハマれば、作戦がハマればいける。ハーバグは生きてるから、クールダウンゼロだから頑張ればいけるはず。ちょっと気持ち早めに起動すれば。来た、吸い込まれろ。もしかして俺だけしか吸い込まれないって感じで、相手に吸い込まれてる。やばい、これこれやばい。効かない相手、マグネット効きません。ああ。そうか、そういうことか。めっちゃ強いなこいつ。何も罠効かないぞ。これは怖いな。物理でどうにかするしかないのか。大丈夫、俺物理系も結構強いからね、任して。俺物理殴るのも得意だから、割とね。安心してほしい、まだ手はある。こういうやつはね、爆死させとけばいいんだよ。だ、爆散させれば勝てるから。大体ね。ちょちょいとちょいですよ。完璧だ。あとは激アツさえ間に合えば。アイボ間に合うかな。やばい、やらそうだ。ボーボン使ってもブラストボーン。ちょっとよかったな。おい、あいつ賢いかよ。何にも聞いてねえ、何にも聞いてねえ。ちょっと待ってくれ。まだ分かり合える、まだ俺たちは分かり合えると思う。多分割と分かり合えると思う。ちょっと待って。あ、なんだ、ん、なんか劣ったぞ。え、よし、計算通りだ。何かの罠が当たったな、多分。よし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 。
で、ここで相棒です。相棒、相棒ブラストボム、まあ、鉄板構成ですね、いわゆる鉄板爆撃構成です。よし、これも的にアイアンだと思うけどな。こんなにダメージ入るのはアイアンしかないと思う。来い、アイアンボーム。あ、ガイン、ブラストボーム。こんな感じで死ぬなんて。そう、君は死ぬの残念だったね。君の命はここまでだよ。なんだ、シーンが切り替わった。陛下、オメガもやられたようです。オメガでもダメか。やはりヨカルに始末させねばならない、ならないな。はい、時人であるヨカルが光に女王を感じているのです。光の方はそれ以上にヨカルに女王を感じているでしょう。うむ、そうであればいよいよな。ミッション24クリア。これ次が最後かな。名前もあんま覚えてないぐらいだからね。最初ヨルカさんとか言ってたからね、これ。本当に感じてるかな、感じれてるかな。最終章かな次が。まあ、ストーリーを見守っていきましょう。陛下、どういうことです。これさ、いくら光でもこんなやり方をしていたらいつか死んでしまいます。よがるよ、まだわからんのか。光は強すぎる。生かしておくのは危険なのだ。光を殺すというのですか。マリオネットプロジェクトは成功だ、礼を言うぞ。ならば光を。くどいぞ。光が全てを知ったらどのように振る舞うかを考えてみろ。考えうる最悪の場合を。最悪の場合を。あらゆる危険は排除しなければならない。永遠に生きるための知恵だ。お前も時人ならばわかるはずだ。ヨカルさん。てんてんてん。光を殺すのはお前の仕事だ。正規軍の一個正体を貸してやる。やめろよ、死んじゃうよ。いくら俺でも自ら手を下すのが嫌いだというならば、そいつらを使って何とかするのだな。わかりました、ヨカルさん。そんな、ヨカルさん、やめてくれ俺を。おお、なんかすごい黄金騎士みたいなの来た。待って、やばいの来たな。デスファード、我らに魔物退治をせよとのヨカル神官から命令が下された。ゴールドセイントみたいなの来たな。魔物に取り憑かれているのは人間の娘だ。キルレイン、人間の娘だって。へっ、笑わせるぜ。娘一人に俺たち正規軍一個正体が必要だっていうのか。キルレイン、その娘に今まで何人の人間が殺されていると。てんてんてん、分かっているだけで60人以上の人間が殺されているんだ。お前のように娘だからといってなめてかかり命を落とした者もいるだろう。やっぱ油断もないってことか。すみませんでした。
すごいな、こいつ完璧じゃないか。他のものも分かっているな。パチモンみたいな格好しやがってよ、どいつもこいつも。シルバーセイントもいるんだけど。この遺跡にいるのは姿形こそ人間の娘だが、数多くの人間を殺した悪魔だと思え、気を緩めることなく戦うのだぞ。だってもう60人ぐらいやってるんですよ、ここに来るまでの間ね。これ最終面っぽいな。25面ラスボスか、やばいな、絶対強いだろう。最終決戦へ、侵入者データ見てみるか。1個招待って4人なのか、こんな少ないんだ。でもデスフォワード、将軍将軍なんだね。本来であればより上の部隊を任されるべき名将だが、その力を恐れた大臣に第2招待程度の部隊に押し込められた。ああ、力を持ちすぎたゆえにってやつですね。キルレイン騎士、血気盛んなデスワードの部下、自分の力を過信して敵の力を侮る癖があり、年中デスワードに怒られている。かわいいね、キルレイン。さっきも怒られてた。バルバ騎士、技能は高いのだが性格が戦闘向きではないため今一つ実力を発揮できない。キルロード、デスワード部隊の中にあって全く目立たない存在。マジか、すげえ鎧目立つけどな。俺が一番最初にこいつ目立ったけどな。最もその将来性をデスワードに期待されている。目立たない、そんな鎧着てて目立たないの、嘘だろ。めちゃめちゃ光ってるのね。目が腐ってるんじゃないか。とりあえずフロア系もう一回鍛えてみるか。なんか新しいの出るかな。サンダーボルト、ゴールドセイントだらけだな。あ、すごっ使ってみたくなるな、見てると。サンダーボルト、床から現れた飛来石に強力な雷が落ちる。帯電したトラップに放電し水では通電する。そうですか、まあでもいらないんですよね。それ同じ一つのトラップがあればもう勝てるから。あれ、そのアサシの方が強いの多分と思うんだけど。よし、行くか。バトルスタート。第25話、重い。そのアニメの本当タイトルみたいだよね。タイトルめっちゃ力入ってるよね、このゲーム。重いですよ。お、ヨカルさんが映ってる。めっちゃパチパチ燃えてるな。これあれじゃん、最初のステージの入り口のところだね。暖炉焚いてるけど。ヨカルさん、今まで光ちゃんを育ててくれたからね、ヨカルさんは。光、なんだなんだ光って。あ、回想シーンかこれもしかして。え、よし、うまくハサミ撃ちにできたぞ。バルバー逃がすなよ。え、挟まれてんの、いきなり。わ、分かってる。お、まずいきなり始まったぞ。挟まれた時は逃げる。壮大な BGM になってきたな。まあ、壮大な BGM だろうとね、やることは変わんねえかな。とりあえずそうだな、まあ、バキューミンして、バキューミンからの、まあ、アイアンだよね。ここでアイアンと、ローリングでしょう。ローリング完璧、完璧な布陣。もしこれがあれば勝てるからね。これで次の罠にあとはめればいい。バルマ、すごいな、悲壮感漂うなんか BGM だな。もう最終回って感じだね。ラストバトルだよ絶対これ。ガシャッガシャッとして、
イアンボール、うわー、さらにはローリングボーム、そして次の罠を仕掛けよう。あ、負けまだ続いてるか、ズボーン、ゼロダメージ。やべ、早く追い詰められちゃったな。まあいざとなったら逃げればいいしな。こいつらは別に女神像を狙ってきてるわけじゃないから大して奥に入れても問題なさそうだし。アイボ、さっき窮地を救ってくれたアイボと共に生きよう。硬いね。まあラスボスだろうからな。もうラスボスでしょうし、まあ、最悪アイアンボールで殴ればいいから。よし、バキュームからのアイバーアイアンボール。クリーンさん、そすぐ縦になるかな。うわー、あれあれ、しかしやばい。そうだ、そうか、そこの柱もしかして倒すことができた。あ、なるほど、知らなかった。やばい、これもしかしてやばい。とりあえず逃げてみようか、意外と助かるかもしれない。大丈夫じゃない、逃げても今来るタイム。ああそうだね、やっぱ来るね、追ってくるタイプだなこいつ。せやな、どうしようかな。もう一回のバキューム使うか、使おう。下手に位置を変えない方がいいな。どうせ追ってくれでしょ、またこいつらのハサミガバガバだから、ガバって。音いいね、途中の。お、キルレインがまずは爆発。まずキルレインは倒れたっぽい、ね、あれ、あ、びっくりした。おいおい、冗談だろ。バルマはキルロードが来たか。バキューム、無限地獄なんです。来いよ。あれ、もしかして座れない、バルマは座れない。まだ、あ、すりつぶされろい。あ、帰ってくるんですね、残念ながら。ここでもう一回座れろ。よし、座れて、あ、あれ帰ってこなかった、なんだと。バルマよ、滅び、
なんで今知らなかったの？マジでびっくりしたんだけど。なんでノーダメージだったの今。同じドロップ効かないのかもしかして。嫌な予感がするんだけど、これアタックオールでこの柱壊せないの？さっき誰か壊せないみたいなこと言って、やべえってなってんだよ。バキューム。あーダメだった。なるほど。じゃあなバルマ。そうか、ここじゃアタックオールじゃないのにした方がいいんだな。ローボンにしとけばよかった。縦軸のローボンにすればいいか。こっちからこっち、よっしゃ。とりあえず逃げたいな。バキュームギリギリまで溜めて逃げるか。そんな攻撃当たるかよ。あ、間違えた。あ、やばい。あ、そうでしょ。男子やっぱ人類みんな仲良くやりたいしね。こうやな。これでペンデュラムに刺したいね。刺して終わらしたいね。完璧でしょこれ。あいつらもボロボロよ。あいつらの心と体はもうボロボロよ。一応ローボン置いとくか。一応巻いとくか。念のためにね。さらなる追撃がね可能だから。ローボン巻いて、あとガス、ガスですよ。ガスガスもばらまく。勝ったな。これは勝っただろう。ガス、そして魔球。さあペンデュラムに飲み込まれろ。よし来た。2連コンボドーン。意外とそうでもねえな。ダメージ硬くね。キルロード違う、与えられるダメージでは最上級だと思ったんだ。やだよ、死にたくない、死にたくない。あ、なんだ。あ、将軍来た。もしかしてデスワード、デスワードだった。これでピンデュラムに挟まれて終わりだな。じゃあな、キルロード、お前の命もここまでだ。今日がお前の命日だ。ヒャー、バカしろ。子たちよ、お母さんの言うことをよく聞くのだろう。そうだな、どうすんだ。バキューム、とりあえず様子見するか。こいつが何を聞くのか全く分かんないからな、まだ正直。全然わからんから。
ハンマグ次んとこ用意しとくか。ここでもペンデュラムに刺さるかな。ここの一本のレースで。まあ、ローボンのちょっとあれだな、効くかどうか試しとこうか。今後の対策にもなるかな、これは。相手も入ってきてるよね。あ、入ってきてる。多分ここのルートで来るんじゃないかな。まあ最悪間に合わなくてもいいや。それは一応たらいだけ置いといて、まあ当たればいいかなぐらいね、考えとこう。当たればポケモン。いや、それだったらローリンだな。アイアンだな。アイアンだな。アイアンですか。勝ちに来てる。黄金の勝ちパターン。スプリングフロア間に合ってくれ。え、イベントシーンだぞここで。待って、ここでイベントシーン。嘘でしょ。まだ生きておったか。そんな。ということはルガドンはやられたか。あれだけ注意したのにこのせいは負けによった。うわ、出た祝辞。待って、やばい、こいつ祝辞使うわ。やべえし、この間の地獄が思い出されるな。怖いな、祝辞使いだ。やべえんだけど。そうだな、祝辞マジやばいから。壁抜けてくるからね。ちなみにこれ、うわっ来たか。大丈夫か、捕らえた。あっぶねえ。祝辞見てから余裕でした。余裕ではねえよ。だいぶいいダメージ与えたな。危なかった。カイゼルのデジャビがすごいな。俺もうガチだからな、これ今回。マジガチモードっすわ。ゴールドカイゼル、デスワードね。俺の方が絶対強いぞ。多分早めにもう打っとかないと当たんないだろうな。うわー、ここまで早いのか。カイゼルより早い。マジか、こいつカイゼルより早いぞ。やべ、とりあえずルームをゲットしよう。で、ちょっと待って、危ねえ。嘘だ。ダウンにまであんの判定が。やべえ。ちょっと待って待って待って。嘘だ、やばすぎる。うわ、ちょっ、やばい。やばい、これはやばい。待って、これはやばい。マジやばい。ちょっと待って、君回復だな。死んだら終わりなんだ。命は1個しかないからな。それこんだけ強かったら冷遇もされるわ。てかあと1回トラップ引っかかったら俺アウトか。怖いな、慎重に動かないとな。
ちょっとトラックの再配置をしていこう、せっかくだし。逆側になるでしょ、次来るとき。逆側になるから、それをもう見越してトラップ置いとこう、至るところに。こんなもんかな。マジ宿地やばすぎるから、ダメージもやばいし、まず下手するとそのまま持ってかれるからね。ガイゼルの時に俺何回も苦戦したからな、あれ。今回置いてないのか、これ多分逆側だと思うんだよな、次来る時は。どうだろう、分かんないか。一応どっちも対応できるんでしょうか。ダックボールで、こっちから来たらマグマに落ちる、そして逆から来たら岩が降ってる、そして最後はバーキュー。これさえ前ときは大体大丈夫だと思うけどな。ただね、もうあと回復1回しかできないから、これかなりねきつい状態なの変わらないんだよ、実を言うと。あと1回しか回復できない。あるの、これギロチンにはまって死んだら笑えないんだけど、ちょっと待って、怖いな。大丈夫か、あペンデラムか、ここは一回触ったら終わりやからね、もう。よしよしよし、大丈夫。デスワードは足は遅いから幸い、いっぱい罠置いといたら多分大丈夫だと思うけど。あったあった、ルーンあったわ、よかった。ああ、ようやくルーンにありつけた。ああ、危ねえ。さあ、問題はここからどうするかだな。とりあえず、瀕死にさせれば足がさらに遅くなるから、そこから遠目はさせると思うんだよね。実質あと5割削れば勝ち。実質ね。もう設置してなかったな。ここで待つか、一旦。一番いいんだろうな、あんま壁際で待ちたくないのは間違いない。まずやっぱアイアンでいくか。アイアンがやっぱ、いや待って、いいこと考えた。トラップを狙わないで、もうガチ勝つための戦いコンボを狙わないって、勝つための戦いを展開する。スパート様強いからな。これで来た時に1回目を食らわせる。来た、どうだ。は、嘘だろお前、は、ちょっと俺絶望的な光景が見えたんだけど、嘘でしょ。え、は、それはさすがにおかしいやろ。え、当たったんだけど、は、何やってんの。あ、え、食らわない、しまった、ボム食らわない。なんじゃそりゃ。ちょっと待って、いけるぞ、手応えはある。払いならいけるじゃん。払いからの、払いからの、どうするか。払いって意外と使えるようで使えないんだよな。どうしようかな。まあいいか、吸い寄せてボムは使えないから、あ、そうか、ボム使えないのか。アイボを当てるしかないのか、結局。そっか、アイボさん当てるしかないのか。結構なかなか辛いよな。
なんかバキューム相棒でいくか、バキューム相棒、バキューム相棒、さらには保険の、保険にならないな。まあそうか、やりようがないな。とりあえずぶっ飛ばしちゃうか。これでいけるな。とりあえず逃げるか。アイボとアタボがあるから、インボールはね、狙うのは無理だね。怖すぎるね。うわっ、だって壁押し戻してんだけど、あいつ今やべえもん見ちまった。壁押し戻してんだけど、ぶっ飛んだ。いいかな。押し戻してる。あとちょいですね。これでいけるな。最後いけるな。これで。なんだっけこの配置。この配置が、ああこれか。安定配置か。アイボだけ持ってくるか。とりあえずマグネットは効くらしいね。マグネットってバキュームか。壁はね、いやボールもね、上からだとダメっぽいね。転がってくるのは対応できないけど、あれによって違うらしい。定石で行くと全部は阻まれるっぽい。ボールは転がさないといけないし、ボムも直当てだと無効かっていう感じだね。遅いな。あいつ来ねえね。もしかして弱ってるから来ないか。あ、ボロボロじゃん。お、どうした？デスフォードさん、よう、さっきまであんなに速い動きを見せてたのに、ボロボロじゃないですか、デスフォードさん。さあ、早くこちらへおいでなさい。お、どうした？ほんと、そんなもんか、デスフォード。へいへい。終わってっからな。ざまあねえな。苦しいか？悔しいか？でもお前はこれでは死ねないんだろ？なあ、まだ耐えるんだろ？はは！え？あ、ヨハル様、申し訳ありません。力が及びませんでした。状態異常っぽかったですね。ヨカルさん、光？あなたと戦わねばならないなんて。ヨカルさん、なんで？嘘だ。どうしてヨカルさんと戦わなくちゃいけないんだ。ヨカル、神官。彼女の美しさは感情がないためだと噂されている。遥か昔、国王と愛し合っていた時期がある。
そうなの？何それ、ヨカルさん。何それ、ヨカルさん、ちょっと。しかもヨカルさんも僕使っちゃったよ、もう。もう回復できないんだけど。そうですよ、ヨカルさんは女性の方です。お母さんです、主人公、義理のお母さん。あなたとは戦いたくなかった、ヨカルさん。バキュームあそこか。この部屋の配置がバーサークガス、ドーリングウォーク、バキューム。ヨカルさんあっち行ったら使うか。ヨカルさん食らうか知らないけどな。ヨカルさんぐらいだと食らわなそうだよね、まだまだ。あ、食らうか。ヨカルさんが教えてくれたのに、この罠、罠のやり方とかね。めっちゃ大ダメージ食らってんだけど、ヨカルさん吹っ飛んでったわ、ヨカルさん。そ、じゃあそうだね、ヨカルさんは僕のことをね、育ててくれた親同然なんですよ。そんなヨカルさんに俺は攻撃をすることなんてできないよ。ヨカルさん、どうか戦いをやめてはくれないか。ヨカルさん、ヨカルさん、やめてくれ、俺は戦いたくないんだ。ヨカルさん、そんな、もう動けないじゃないか。動けていないじゃないか、ヨカルさん。どうして、どうして俺たちが争わなくちゃいけないんだ。ヨカルさん回復してない？ヨカルさん回復してるぞ。あいつ回復するぞ。ヨカルさん、マグマの中に落ちてしまった。なんてことだ。俺にはどうすることもできない。バリバリ言ってんだけど、ヨカルさん。ヨカルさん、なんてことだ。誰がこんなことを、こんなひどいことを。うわあ、今まで育ててくれてありがとう、ヨカルさん。光、しっかり生きるのですよ、ヨカルさん。暑かったか。6315アーク。
ナウローディング。あ、え、26回目ありそうじゃない。ヨガルが光に殺された。はい、バカなやつだ。自分が育てた人間に殺されるとはな。だから人間は信用ならんのだ。地下遺跡に行くぞ。光を始末しにな。あの光は地下遺跡を出てきました。なんだと。行き先は上がっております。何が起きるんだ。行き先どこだ。おお、なんだこの音楽。あ、これは最初の館。親衛隊の諸君、この館には神官ヨガルを殺した者が日本でいる。名前は光、日の本ね。人間の娘だ。女子高生です。しかしただの人間の娘ではない。彼女の手にかかり死んでいった人間は数十人にも及ぶ。殺人鬼なのだ。娘は館にあるトラップをうまく使って攻撃してくる。それぞれ十分に注意するように。やべえな、ガイゼル2号いるぞ。なおこの作戦に成功した場合、諸君たちを時人にする用意がある。各自張り切って取り組むが良い。最終決戦かな、多分ラストバトルっぽいですね。カゲロウラストバトル始まります。いやー、長かったようで短かったような、そんなカゲロウ物語でしたが、ついに最終戦になりました。そうだね、今までのラス、そう、ボスラッシュみたいな感じかな多分。エネミーデータ、ギラルディス将軍、職業将軍。以前はデッドムーンに仕えていたが、腹黒さを知ってその元から去る。いや、爆弾、ウォールなどの攻撃は受け付けない。はあ、なるほどね、磁力系はやっぱ効くのか。ゾーディアック魔導士、伝説の最強魔法を探しているが、先に寿命が来ることを恐れ永遠の命を求めて親衛隊に入る。体力回復能力を持つ。飛んでるね、浮いてるタイプです。ガルドレイク煉獄士、かつては雷や水風なども操れていたらしいが、どれもほどほどで終わるのを嫌い、炎に集中してこれを極めた。煉獄士。ブラッドムーン、ブラッドホーン、時人になりたがっているが、それは永遠の寿命というよりも永遠に殺戮できるからだと彼を知っている者は言う。もうやべえやつだな結構ブラッドホーン。バーミリオン騎士、騎士としての最高の名誉を求め続け、ついには親衛隊に入るまでになった。ラーリアという愛を誓った女が。ルーンギア僧侶、ルーンギア、病気にならない時人に、もともとドクターはいないが怪我を治すために必要としており、ルーンギア家が代々勤めてる。ルーンギア家が代々勤めてる。なるほどね、回復をね勤めてる。ルーンギア家が代々回復を勤めてるってすごいよ、接点ありすぎて笑うよ。まあ、やるしかねえな。フロアどうすかな、何が余ってた、さっき地味に天井余ってなかった。天井どうしようみたいな。いや、天井岩か、岩があるかってことはウォールか。意外とさ、ボムが効かなくなってきてるんだよね。だからちょっと違うやつ装備していこうかなって、最終決戦に
最終ファイアボール使います。今回この最終決戦ファイアボールとともに俺は戦いたいと思います。もうボムはボムの時代は終わった。もうローボンの時代は終わったんです。ファイアボールですよこれからの時代は。さよなら。これだったら食らうだろう。炎獄士はねあれだから潰せるから岩で岩で潰せるから大丈夫。いろいろ持ってるからね俺。爆破もできるし。あそうなんだ。第26話最後の日最後の夜。こっちにここまで来ましたね。あとは待つだけですな。まさか親衛隊がやられることはないでしょう。うむ、しかし用心に越したことはない。おっしゃる通りですな。それはそうと、お前は何をグズグズしておるのだ。お前も親衛隊と一緒に戦いに行くのだ。あ、私もですか。陛下、ご冗談を。冗談などではない。さっさと行け。各話のタイトルすごいいいよな。最終話のタイトルもいいね。行くぞ。最初のステージに戻ったな。いいよねこの最終決戦でさ、最初のとこに戻るって演出がね。プラットフォーム、先ほどの大臣の話本当だろうか。時人にしてくださるというやつか。ああ、ふん、どうだかな。しかしたとえそれが嘘であっても本気で戦わねばならぬ相手だろう。お、本当に最終決戦じゃないか。どうしようかな。まずここに設置するか。ここはアイアンかな。アイアンバーキューム、まあ、アイアンバーキューブだな。アイアンバーキューブかな。あーそっか、ファイボが通んないのかこれ。いきなり後悔してんだけど、ファイアボールにしたこと。まあどうすかな。ファイアボール逆側から発射すればいいか。こうすればいいか。来るかなこっち。前行く必要ないかな。そうですね、来ますね。サンダー持ってくればよかったな。まさか最後の最後で場面が戦うところが変わるとは思わなかったからな。びっくりした。なぜそんな急に変わってしまうのか。陰影タイプじゃないのに常に HP が高いことがうかがい知れるからね。よし、ファイアボール。ゴロ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 、ズドーン、ガルドレイク。あれ扉がないぞ。もう一回ファイアボール。あ、使っちゃった。ルーン、あ、嘘でしょ。ルーン使った、もしかして。あっちあっち、嘘だ、俺貴重なルーンを使っちまったな。まあ大丈夫だろう、言うて大丈夫っしょ。ここまでね、俺もう経験を積み重ねてきてるからね。言うてね、任して。関係ないもん俺には、そんなもん。もはや関係ない。ルーンなんていらない。ルーンに頼るやつは甘えだね。甘えてる。
しようかな。ファイボでいくか。食らわなければどうということはない。何、倒してしまっても構わんのだ。はい、ジャンプ、プリングフォア。あれあれ、もしかして当たってない、あれ当たってない、あれもしかして当たってない、あれもう一丁。ああ、麻酔やっぱダメなんだ、追い抜いちゃうとダメなんだね。なるほど、なるほどね。やっと認められてやってるのに。そうですか、まあいいや、結果オーライ。あとガルド、ガルドレイクか。ルーンギアも来たか、出たルーンギア。ヒーラー来たぞ。したらスピングフロアの位置変えるか。どうかな、こっちにするか。こうしてここはいいよ。あとはルーンギアさんか、ルーンギアかガルドレイクのどっちかがあの罠に引っかかれば。あ、初期人に落ちたからな、あいつ永遠の命を求めて心を打ったからな。はい、ダメか、あれ当たらないか、ダメみたいな。あんま意味ないみたいだし、変えるか。あれ、あれおかしいな。まあまあいいや。あんまりうまくはまらないよな。むずいよ。え、あ、はまってたわ。あ、あ、時間差あったな。今引っかかるの？今引っかかるんですか？時間差あったな。あ、ガルドレイクさん。なかなかやるではないか。もう、まあまあ、ここまで来たからな。そうか。当然よ。俺ぐらいになれば当然よ。ファイヤーボール。あいつ逃げるぞ。あいつ合流しようとしてんだな、だこの部屋から出て逃げたぞ。おい、あいつを焼きアスパラにしまえ。よし、まずはファイヤーボール、ファイヤーボール。さらには岩が上から降ってきます。じゃあな、高橋、来世では生きろよ。あと一人か。悪い夢だ、悪い夢を見てるだけなんだ。ジョーカー。バーミリオン来たぞ、バーミリオンが来たぞ。これはすごく危険な匂いがする。怖いな。またあれか、将軍タイプか多分。だがしかし俺には効かん。ファイヤーボール、地獄の豪華に身を焼かれろ。アイアンボール、よし、うわ危ねえ。
暑いなこれ。串刺しにもしたいけど、まあ難しいな。まあまあまあ、まあ、焦るじゃない。時間を持ってゆっくりとやればあいつらは倒れるだろう。ほい、バキュームフロア、そして食らえファイヤーボール。あれ、さらにはアイアンボール。やばい、なんか魔法優勝してる。ゾーディアックの魔法が来るな。一回逃げよう。ここなー、むずいよなここ。どうするかな。たらい落としてやるか。怒りのたらいからの、たらいからの、たらいを使ったらなんかこうあれだよな、すごいことしたいよな。何にもないんだよねここ。ブラストホームでいくか普通。何使ってブラストホームとファイボでいくか。あ、これでいいや。バーミリオンもう弱ってるでしょ相当。来るぞ。よし、ゾディアック、ゾディアック、ゾディアックじゃん。え、飛んでるあいつ。あ、やばやべえ、 あっちが来たか、ゾーディアックが来たか。バーミリオンが弱りすぎて。なるほどね、めんどくさそうだな。浮いてる、あいつ浮いてる、すっごい浮いてる。ここに飛ばしたいね。ここから引っかかるとこ、そしたら4マスでしょ。1、2、3、4、こうだな、こうだね、こうだね、こう置いてこうだね。で、で、アタックオールか、アタックオールでこうだ、ね、で、さらにはさらにはタライ、よし、完璧。多分ハマるだろう。てかハマってくれ、ハマらないと大変なことになる。なるほどね、やるな、なかなかやるね、あのトラップをくぐり抜けるとは。やっぱここなんだよね、ここ、このポジション。大丈夫、任して、俺にプランがある。吸い込め、そして、はい、そうでしょ、当たった。やべやべやべ、なんかやべやべ、呪文を栄称してる。つか煙獄、煙獄魔導士なのにあれなんだね、効くんだね火。俺今思ったんだけど、俺今単純な疑問なんだけどさ、煙獄魔導士のくせに効くんだね、ファイアボール関係ないんだね別に。これ別人、あ、もう死んだやつか、もう死んだやつか。最後苦しめたいな。これで動きが遅くなったから多分もう、あれでしょ、いたぶる時間でしょ。あ、これたらいで槍に突っ込ませるのいいね。これ俺気持ちよくなりそうだわ。たらいで槍に突っ込ませよう。さらにはバーキューム、
で最後、そうだな、一応いやファイヤーボールで仕留めてやるか。お前を苦しめてやる。ゾーディアック、お前の生涯かけた研究の最後がこの部屋になるだろう。さあかかってくるがいい。どうした、動きに限りが見えておるぞ。え、なんだと。あべべ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 、やべえ、積んだかもしれん、これ。やべえ、どうしよう。マジやべえ。マジやべえ。マジやべえ、これ、どうしよう。もう、ルーンもねえぞ。まあ、ここに来るまでがね、俺の作戦通りだったんだけど。ははキビトにしてくださると言われたのに。うわあ、バーミリオン。あ、なんだなんだなんだ、止まったぞ。え、大丈夫か。やべえ、ギルライスが、ギルライスじゃねえ、ギラルディスが、ギラルディスが来たぞ。あ、弱ってるやつもいるな。バーミリオンもいるな。言うてでもあいつあれだからな。結構磁力にも引かれるしな、やりやすくはあるんだけどね。コツさえつかんじゃえば、俺がコツっても教えてやるよ。どっから来るんだろうな。回復はもうないんじゃないですか。ないですね、回復はもう一個もないです。回復はゼロです、残念ながら。使い切ってしまいました。もうこれ以上回復はできません。だから食らったら終わりです。
トラップが悪いよ、トラップが。トラップが悪いよ。ファイヤーボールクソだな、マジで。クソだな、クソオブクソだな。こんなにクソだと思わなかった。本当に。クソオブクソですよ。あー、4ブロック以内人間を制す電撃を与える。これだな。エリキマグネットだな。いらねえよ。そんなもんいらねえんだ。クソオブザクソ嫌ですよ、こんなの。俺がもう俺のね、この新しいトラップの凄さを見せてやるよ。たらいが問題だよ、確かに。わかる。たらいなんていらないんだよね。結局こんなの使わないんだよ。まあ入れとくけど使わない。使わないんだよ。エレキマグネットどうしようかな。パワーバー、どうしようかな。ローリングバグ、エレキにするか。エリキに行こうぜ。範囲4ブロックだよね。あ、5ブロックなのか。そっか。まあ、でも、あ、エリキで行こうぜ。俺もエレキテルみたいなとこあるしな。よし、こんなもんだな。完璧だ。よし、いざ戦いに行かん。よし、行こうぜ。もうね、分かったから。最初開幕でもう2人やれるんじゃないかな、一気に。新しいスタンプ、ほんと使いやすい。ありがたいですよね、ほんとに。まあ、やっぱ、プロの方が作ってくれましたからね、もう、すごいですよ。すごい話ですよ。もういいよ、もうその文章をさっき読んだけど、一応。いや、まじ。俺は新しい、トラップを見せたけど、エレキマグネットっていうね、新技。エレキマグネットブラストボム、さらには置けない、アイアンボール置けない。間違えた、ここじゃないな。エレキの使うとこはここじゃないな。ここだな。まずはここだな。で、アイアンで、まあまあまあ、蹴散らしましょう。ちょっと取り行ってくるわ。戻りました。よし、それでは再開させていただきます。勝ちたいなぁ。もう俺今回ちょガチでやるわ。ガチで、ガチ中のガチでやるわ。ベンザにスプリングフロアとかやめてください。このマップルーン1個しかないんだよな。間違えて踏まないようにしないと。ドレイクプラットフォーム来ないね。あ、来た。クサルタもあっという間にやれるんじゃないかな。さっきもそんな強くなかったし。ん、あ、俺やべ、
エレキのままになってる。いや違うんですよこれ。あエレキのままだった。あま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 あ大丈夫大丈夫大丈夫。大して変わらない。バゴン、ドーン。どう間に合うかな。間に合わそう。ゴロ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 、ドーン。なんだと。くそ。ブラッドボーンは通じないのか。そうですか。グラボさん強えな。今回こそ俺使ってみたいの。ちょっとエレキテル、エレキテルな感じでやってみたいの。せっかくだし。エレキマグネットブラストオムかな。でワンチャンこのなんだろう、椅子に入れば、あの椅子に入ればね、 大ダメージ必至ですからね。電気椅子ブラストオムでぶっ飛んでハマれば美味しい。イヤーボールとか初心者の使う罠でしょ。上級者あんなの使わないから。ファイボなんて、ファイは初心者用。よーし、これでまずエレキ吸い寄せられろ。そして、お、いいですね。ダメージ入ってますね。ゴリゴリいってる、ゴリゴリいってる。おお、いいね。やばいよこれ、すごいよ。すっごいダメージ入ってる。今君たち輝いてる。ドーン、これすごいな。このコンボフルコンボだぞ。なかなかやるではないか。エレキ強いな。やべ、代打が来るな。間に合わないか。あれ動けねえ。おお、ここでどうにかしたいね。ここで仕留めたいよな正直。まあ相棒でいっか。甘えの相棒からの、まあ、第2案って感じで、フック、バキュームフックからの、あ、ここは何でもいいか。別にここで仕留められる、仕留めなくてもいいしな。あ、ダメだな、間に合わないな。まだ体力そんなに削れてなかった。次だな。そう、エレマグ時間長いし威力もあるから遅いんだよね。え、今なんかちょっと待って、なんか見てはいけないものを見てしまった気がしたんだけど、まあまあまあ、まずは配置しよう。エレマグ強いな。エレマグ積極的に使っていきたいね。こんな感じかな。よし、行きましょう。うわー、あ、ビビ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 。ちょっと待って、これ一回逃げよう。ここも無理だな。次だな。ここで倒したいね。やっぱエレキでどうにかできたら一番いいんだけどな。無理かな、構造的に無理か。エレキてる、無理だな。ここは向いてないな、エレキは。しょうがないか。あ、しゃあなしや。まあ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 、見ておけって、これからよ。何も1個で、1個でね、仕留める必要ないから。そ
そういうことなんですよ。そんなルールはないから、どっかで削っていって倒せばいいだけですよ。楽勝よ。通電狙いも良かったと思う、いいと思うんだけど、あ、やべえな、あれ魔法撃ってくるぞ。食らったか。その前に逃げたかったんだけどな。やっと認められてるのに。ゾーディアックな、強いな。安定してダメージ与えてくるのが怖いわ。いい DPS だわ。ね、段差があるとね、多分ね、何もできないと思うかな。段差使っていきたいね。魔法は確か段差は来ないんだよね。ゾディオジはね、前振りがないから結構めんどくさいんだよ。ルーンギア来たぞ。回復が1しかないのがやばい、このマップ。まずめちゃめちゃつらい。食らえないからな。食らえないくせに範囲攻撃をしてくるからな、ゾーディアックは。結構これ本当に強い。全部乗せていくか。よし来た。ここで来い。いいね、ゾーディアック大ダメージ入ったな。倒しちゃいたいとこだったけど、まあしょうがない。うわっ、嘘だ、しまった。あ、しかも間違えた、化け物を起動しちゃった。やべえやべえ、これ俺やべえ、死ぬかも。あ、あ、嘘だ。あ、嘘でしょ、嘘でしょ。やべ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 、やばいちょっとフルコンボ食らわせられた。待って、やばいちょっと待って。おーい、なんでこれ館の主が知らないんだよ、罠の場所。3コンボ入ったんだけど、マジやばいわ。使うしかないな、ルーン。さっきよりマシだろ。さっきのルーンの使い方に比べればな、100倍ぐらいマシだ。いやー、回復してんじゃん、マジか。やばいぞ。やべ、回復してる。やべ、ここで下ろせないと。言うて回復してるって言ってもね、あんな量の回復じゃ関係ないっすよ。問題はここが一直線上になるから魔法が通るっていうところなんだよな。ほんと食らいたくないんだけどな。上でもいいぐらいなんですね。岩をね、直接当ててもいいかなと思ってる、もはや。あー、もうダメくさいなこれ。入っちゃうな、これダメージ。いや大丈夫か、ギリ逃げれたか。ここで戦わないほうがいいな。どんどん回復していくぞ。待って、ここではめよう、ここではめよう。ここだったら俺は最強だ。この局所文字負けるわけにはいかない。ここだったらね、俺得意だから。ちょっと変えた方がいいかもな、あれ。気候。あそこ一個前で勝負した方がいいな。あの縦階段になっちゃうときついわ。高所があるとこはね、ほんと強いからね、このゲーム。高所と角。高所、角を取って。ゾーディアックが倒れたね。あとはあれか、あとはルーディアか。と指取りしてくださると言われたのに。
けたギルライス。ここがね結構難しいんですよこれ。ヒッキマグネット部屋の端っこ、あ、ガッチャンスかな、入ってきてる。ここはどうするか。あ、これいいんじゃないの、いいんじゃないの、刺さるんじゃないの、刺さらないんです。なんでだ、なんで刺さらないんだ、なんで刺さらないんだこれで、どういうことだ、全然わけがわからん。まあいいや、まあ、そして、あ、クラウンか、横行きます、やばいやばい、マジかこれ、なんだこれ、どうなってんだ、なんも見えねえ、やばい、なんか来た、なんか来てる、え、なんかみんな引っかかってる。なんだなんだなんだ、はっ、なんだなんだ、なんかみんな、みんなダメージ食らってるぞ、よくわかんないけど、よくわかんないけど作戦通りだ、よし。よしよしよし、作戦通りだとりあえず、いいぞ。なんだかよくわからないけどダイナメージを与えたよ。ドアも範囲だったっぽい、知らなかったわ、知る由もないけど、よし、とりあえずルーンギアがダンクで回復薬が減った。悪い夢だ、悪い夢を見ているだけなんだ。あとはギラルディですか、まだ来るのか、うわー、そうだ、バーミーオンもいるんだ、やべえ、将軍かける2なのかこれ、これ結構ガチでやらないとやばいな、ちょっと待って、ちょっとこれ待って、マジやべえわ、嘘だろ、将軍かける2でしょ、これやばくない、ブラストバキュームフロア、どうすかな、アイアンボール、いやこれは違うな、エレキだな、今回エレキだな、近めエレキからの近距離エレキからのブラボー、ブラボローリングですね、間違いないこれ、あ、違う、エリキに、あ、間違えた、エリキは使えないのか、しか、あい、あう、あう、どうしよう、もういいや、もうバーサークガスでいいや、ちょっとでもダメージになればいいだろう、もう、そうか、大臣も来るのか、よし、入り口からもう、エレキで行くからな、いや、よく考えたら待って、これ間違えてる、ちょっと待って、これ違うぞ、違うぞ、俺がやりたかったこと、ブラスト、アイボここに落とせばいいんだ、まだ間に合うだろう、入り口で一気に、ね、倒す戦略よ、扉が開いたらもう発動でいいと思う、これは来た、帰ってっただと、なんだあいつ賢いか、え、帰ってったんだけど、そんな動きできたのか、もうちょい時間稼ぐか、これで、よし、え、帰ってったんだけど、は、なんだそれ、逃げるんだ、マジか、こっちは回復もなければ逃げることもできないのに、なかなかひどい話だな、マジですか、まあ、エレキアイアン、エレキアイアンで行くわ、もう完全に入り口入るとこ多いって、
レキアイアンからのブラボですね。エレキアイアンブラボ、完璧、完璧な必勝パターン。これどっちから来られても 100% 勝てる。これもうあとはこれを打つだけで勝てる。勝ったら俺の勝利。これは勝ちですよ。問題はタイミングだね。あと入ってきて、こだこだ、どうよ、きたー、これですわ、最高のタイミング、ドーン、さらにはバゴーン、こんな感じじゃない、十分十分でございます。よし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 、かなりバーミリオン削れたなこれ。今度こっちから来るから、エレキ、エレキ強えな。劇場版で流れ劇場版来ない。あとアイボだな、あとアイボだな。でここでアイボ落とすんですよ。勝ったわこれ、勝ち確ですわ。はい勝ち。で段差を使えばワープは絞る。このゲーム段差に弱い、このゲームの CPU。 分かったわ、ちょっと軸ずらしとくとね来ない。見えバカって開いて見えた瞬間ぐらいで間に合うのだ。来た、早かった、入ってこないんだ、なんだと、え、そんなもんかな、そうだ、あ、これ逃げ、え、入ってこなかった、あ、何を企んでるんだあいつは。で多分大ダメージを負った。俺は逃げる。よし、ここだな。いいぞ、これでいけるぞ。タイミングね、これ難しいんですよ、マジで。めちゃめちゃ難しいんで、遅すぎると通り過ぎるし、早すぎると帰る。お得意ポジです。めちゃめちゃ難しいんですよ。一番やばいのが、遅く発動して切りかかられることなんですよ。宿地を使って切ってくるんですよ。だからそれをされるぐらいならね、まだね、失敗した方がいい。失敗したら次はまたいけるから、ね、次でもいいし、ね、早めぐらいがちょうどいい。早めだったら失敗してもね、大丈夫だから、ね、問題ない。よし、きた、ヒラルディスも大ダメージ。こんなもんか、下がるから。 OK、マグネットでいくか。エレキマグネット、そう、ボタンを押した瞬間じゃないんですよ、あと起動が遅れるんですよこれ。アイボだな、アイボブラスト、もうこれしか使ってないけど、これでいいよ、もういいよ、クリアできるの、なんでもいい。あ、めっちゃコンボ入ってるね、向こうで。多分どっかの電気椅子かなんかには入ったっぽいな。間に合わない、これ。いや、とりあえずブラストだけでも発動させよう。
座れれば同じ。座れれば同じ。ダメだな。とりあえず岩だけ起動して下がろう。息をする必要ない。よしよしよし。バーミリオンだけ倒した。まずは。ラリア、すまない。今日は行けそうにない。そうだよ。ごめん。これね、割とマジな話、本気出すとこういう感じになると思う。今までやんなかったけどね。それでもいけそうだったからやらなかったけど、これだけやってたら多分勝てると思う。正直言うとね、もう最後だから言うけど、お前なんか死んでしまえ。なんだそれ、お前なんか死んでしまえって。ぶっちゃけ言うとね、そういうゲーム残念なことにね、しょうがないね、プレイステーションだから。マグネーツ、来い、岩落とし、ドーンで、さらにはドーンブラスト、9割コンボ完成。あぶね、やば、祝辞来てる、ギラルディスの祝辞が、あぶね、来てたな今。ギラルディスめっちゃ変だけど、ちょっと待って、おい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 、ちょっと待って、本気出してきたギラルディスが、突然本気出してきた、やばいやばい、やばいな、なんかギラルディスが突然本気出してきたんだけど、あいつも次本気出してきたな。消えた、あれ追ってこなくなった。あー、ダスク回復してんな、あいつすぐやらないといけないやつっぽいな。おっさん回復してるね。あ、おっさんは別にいいよ、あいつあんな強そうじゃないし、とりあえずギラルディスさえ倒せれば。ダスクはそんなに怖くないな、俺ギラルディスのコンボが怖いわ正直。あいつ10割持っていくからな、マジでうまいとこにハマっちゃうと。あのタイプの選手は来るぞ。ミラルディスはね、 DPS 兼タンク兼って感じだから最強ですよ。こんなもんか、よし、ギラルディスはダウン、頼む出てこないでくれ、もう一人は出てこないでくれ。ダスク回復しすぎじゃないか。これだけのメンバーでも勝てんというのか。ね、ダスク増えてるよね、明らかに。ダメージ受けた分だけ増えるのか。まあでもあいつそんなに強くないだろう。罠も全部引っかかるっぽいし。ここでかまして次でかませば多分ダメじゃないか。なんでいつも2人ずつなんだって言ってる方はね、そりゃ PS1 が落ちるからね、プレイステーションが落ちるからね。でも上の醤油タイムですよ、醤油ねえわ、勝利の勝利。だいぶ野菜ジュースも飲んでますよ、ちゃんとね、皆さんに言われましたからね、野菜ジュース美味しい。いや、悪者ではないっすよ。時人に使われてる人間って感じですね。時人に使われてるセクシーな背中を見せている人間って感じですね。来た。エレキ、相棒、ブラスかな。こいつの攻撃パターンまだ読めてないんだよ。はい、2回目、うわ
さを持ってくるのかな。うわあ、お、ここで決着したな。もう一回すりつぶしたかったけど、いやだって言ったのに。うわ、時人の血は青いからね。青い血がブシャーってさ。うわー、嘘だ。マジか。全く役に立たぬ奴らだ。え、嘘でしょ嘘でしょ、そのパターン来ちゃう。国王様来ちゃったよ。やはりか。絶対これいけるな。国王様のステータス見てみる。よくもヨカルを殺したな。見てみようか。エネミーデータエクリプス国王。一見穏やかそうではあるが、さまざまなものから命を狙われているため体を鍛え続けており、将軍以上の力を持ってマジで将軍以上の力を持ってる。マジでやばいでしょ。3倍祝辞とか使ってこないよな。マジでやめてほしいんだけど。え、全然聞いてない。なんですと。え、全然聞いてなくね。俺の必中コンボが全く聞いてないんだけど。え、どこ行くのあいつ。一回落とすか。あ、やべ、あぶね。これマジで強いぞ。ちょっと待って、なんか回復してるし。え、聞いてるな普通。なんでさっきあんな聞かなかったの。なんか入ってなかった。めっちゃ回復してるな。まあでも大丈夫です。ちょっとずつ削れてるからね。まあじわ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 やっていけばいけるんじゃないか。いや早いわ回復。待って、めっちゃ早い回復予想以上に早いぞ。まあでもうん、体力やばい。めちゃめちゃ体力回復早いんだけど。いやでもさすがに上回るだろう多分。ボムが良くないな。ダメージソースとしてボムがあまり良くないっぽいな。変えるか、違うものにするか。ちょっと待ってね。ラストボムがあんまり機能してないって言っても、この騎士団がない。ローボンだったら食らうかな。エレキとバキュームを変えるって言ってもあるんだよね。バキュームにするか。エレキ外してバキュームにして、その分ローボンでいくか。ちょっと変えてみよう。動作する順番間違えないでしょ。スリングロー当たない、スリングロー当たない。あ、しまった、アイアンの位置が。あ、いいや、よくないか、よくないけど、よくないけどいいや。まずアイアンから、アイアンからの吸引だね。アイアン吸引、アイアンからの吸引が入って、何ボムかな。あ、通り逃げちゃった。あ、いいね、ボムのは通るね。27ダメージ、熱いね。これで部屋に押し戻って、ワンチャンもう一回いける。もう一回発動できれば熱い。
よし、これでアイアンだな。で、アイアン発動で、アクア滅びた。あれ？今取って逃げていかなかった。アクア滅びたぞ。うぬぅ、光、世界は破滅に向かい歩み始めたぞ。え、まあ、時人、支えてた時人がいなくなったからってことかな。世の死によっていずれ時人は絶滅するだろう。そしてそれはこの世界の破滅へのプロローグだね。人間と時人の決定的な違い、永遠の寿命か否か、その違いについて考えてみるがいい。彼ら時人は永遠に生き続ける。だからこそこの世界を大切にし、無駄な進歩を避けることもできる。人間にそれができるか。人間の寿命には限りがある。だからこそ懸命に生きる。それはその通りだ。しかし立ち止まり、周囲を見渡すことができ、いや、道がどこにつながっているのかそれすらも知らないのだ。我ら時人が必要なの。永遠の寿命を持ち人間を導く者がな。えって 顔で見てるの、聞かれちゃう。限られた命である人間は欲望に請求になりがちなの。より良き状態を求め争いを繰り返す。自己の幸せのために他者を駆逐する。それは人間狩りとどう違うのか。この国は平和であったではないか。確かにね、平和は保たれてたんだよね。まあね、永遠の命を持つ我らがいたからこそ不要な欲望が抑えられていたのだぞ。急に来たね。分かっているのか、お前の責任だぞ。日の本光、響きの高校1年女子高生、お前のせいだぞ。時人はすでに何百年も生きている。彼らが生き続けることに何の意味があるのだろう。私たち人間には定められた寿命しかない。しかしだからこそ私たち人間は懸命に生きている。進歩することを望まず、ただ平穏に暮らすことだけを願う時人を、私たち人間はなぜ尊ばねばならないのだろう。私たち人間は時人と決別しなければならないのだ。一番これもしかしていいエンドか。あ、国王エクリプスの死が国中に知れたのは、レオパルドがこの演説を行った7日後のことである。そして偉大な指導者を失った国は、権力を求める人間たちによって乱れていく。レオパルドはキースの意志を継ぎ、生き残っていた時人を絶滅させるべく活動したが、戦いの途中で力尽き命を落としている。あんまり良くなさそうですね。あれから数百年が経つ。国王エクリプスが死の間際に語ったように、世界は破滅に向かっているのだろうか。え、そこは疑問形なの。数百年経った人の視点じゃないの。数百年経つって言ったから、経った人の視点で言ってくれるのかと思ったけど、乱世エンドですかね、多分。わからない。他のエンディングはどういったあれかわからないからね。カゲロウスタッフ。ということで、カゲロウ2ですかね、これ。はい、ナンバリングタイトル的には2と言われているタイトル。皆様3日間ですかね、お付き合いいただき誠にありがとうございました。カゲロウ国名館新章。そうですね、全部を見た方は、ね、何人ぐらいいるかわからないんですけど、ただ非常に、そうですね、あの罠を仕掛けてはめるっていう快感みたいなのは98年のゲームなのに、
まあ、果たされてるのかなって感じですね。なんかこのゲームをやって思ったのは、新作をやってみたくなるね。グラフィックと AI が良くなった新しい作品をちょっとやってみたくなるっていう部分、すごい興味が惹かれたかな。めちゃめちゃ良かった。20年前のゲームなんですよこれ。まあだからさすがに AI がねちょっとね、段差に対して弱いとか、神業が通じるとか、とその罠のあるパターンが強いとか、そういうのはあるんですけど、だからこそ新しいちょっとカゲロウシリーズってのは今度やりたいですね。まあさすがに2回連続でカゲロウ続くとね、なんだろう、ってなるっていうか、ちょっとね、あもうカゲロウはいいよっていう人もいるかもしれないから、2回続きではやらないんですけど、またちょっとだけ時間を置いてカゲロウやろうかなと思います。29日のイベントの後とかね。いやでもまあ信山があるからな、これには信山があるから、30日にも信山が待ってるから、まあそれが終わった後とかね、またやりたいです。カゲロウの新作楽しみだな。いやでも最後見ていただけたようでよかったです。持っていただいた方に、またそうですねやりたいですね。でですね、ちょっと時間が空いちゃったんですよ。今日が26日、ちょっと思ったよりカゲロウが早く終わっちゃって、27、28、まあオーバーウォッチはやるんですけど、オーバーウォッチ以外のゲームがねやるものがなくなっちゃったので、その間ちょっと埋めるゲームを今回考えたんですよ。もう本当に1日で多分1日2日で終わるゲーム、プレイステーション2で、ね、僕もちょっとぜひともやりたかったゲームがあるんで、それがプレイステーション2サムライというゲーム、ご存知ですか。アクションゲームなんですけど、このゲームね非常に昔のゲームなんですけど、友達の家で後ろから見た時すごく面白かったんで、ちょっとやりたいなって思って、明日はそうですね、侍やりたいな。 And thanks to you。 うわーこのイラストいいな、セクシーだよね、主人公ひかりちゃんの背中。 And thanks to you。 まあね、人柄そうですね、ひかりちゃん、まあ、このゲームの、うわーびっくりした、何が起きたのかと思った。エンディングナンバー4か、つまり多分一番悪いエンドだったってな。何で分岐してたのか分かんないけど、全員虐殺してたからね。ね、セクシーやね。これで終わりなのかな、エンディングも。お今光栄テクモになりましたね。あ、終わりですね。じゃあというわけでね、じゃあまずはチアの方を読まさせていただきたいと思います。まず、一番後から読まさせていただきます。ワカメモさん100チアありがとうございます。チア100面白かったです、ありがとうございます。ぜひとも、ね、最初から見れなかったって人はアーカイブまた YouTube にも上げとくんで、それを見ていただけたらなと思います。サトモンスリーさん、そして先チアありがとうございます。トライアンドエラー系は相性がいいですね。そうですね、配信との相性はいいかもしれませんね。望むべくなら やはりそうですね、もうちょっと新しいゲームの方が目が疲れないんで見ることができる人もいるかなと思います。仏島力也さん100シェアありがとうございます。いつもありがとうございます。100シェアありがとうございます。アヤティサ・ツビーさん100シェアありがとうございます。 GG いいゲームでしたね、本当に、うん、素晴らしいゲームありがとう、テクノさん。レイライト88さん、センチありがとうございます。いつもありがとうございます。まあ、というわけで、明日は PS2 をちょっとやろうかなと思います。できるかわからないけど。文字読むのはね、大変だったね、結構。ブロック文字みたいな感じだったから、完全に。猫耳12さん、100シェアありがとうございます。面白かった。頑張って、アーカイブ見てよかった。そうですね、YouTube の方にもアップロードさせていただきますんで、その際は、ぜひともよろしく。バーガーバーガーすらまだねアーカイブができてないからね、申し訳ない。にゃごさん、センチありがとうございます。面白かったです。ゲームの面白さが伝わっていただけたようなら
幸いです。ありがとうございました。マスターチッキンさん、100シェアありがとうございます。そしてノアスタニスラスさん、200シェアありがとうございます。面白かった。よかった。面白いものになってよかったな、かげろうが。ちょっと不安だったんだけど、ね、まあその辺は後で、おいおいね、話そうかな。レトロカー1さん、100シェアありがとうございます。カッパ。カッパね、今の俺はあんまカッパと似てないと思うけど、ありがとうございます。サドモン3さん、いつもありがとうございます。センチアありがとうございます。楽しみました。まあ、これで、ぜひともね、カゲロウシリーズをちょっと買っていただく方もね、増えていただけば、増えればいいかなと。これは本当に、実況とか配信を見て完結するタイプのゲームじゃないから、もどかしいと感じたら、ぜひとも自分でプレイしていただいて、さまざまな罠を試していただければなと。まあ、アクションゲームですね、このゲームは多分。アクションゲームです。はい、リーラッシーさん、100シェアありがとうございます。お疲れ様でした。とても楽しかったです。ありがとうございます。お疲れ様でした。ランラン1863さん、100シェアありがとうございます。いやー、いつもね、その配信中かなりコメントをいただいて、ランランさん、最後まで見守っていただきありがとうございます。そして、アクアホースさん、100シェアありがとうございます。お疲れ様でした。次回作期待しています。そうですね、次回作も。ノブヤボの後ぐらいでもう一回ちょっとリベンジしたいなって気持ちあるのでよろしくお願いします。山田綺麗なソロさん、100シェアありがとうございます。いつもありがとう。ありがとうございます。っていう感じですかね。はい。というわけで皆様、かげろうありがとうございました。ちょっと時間余ってるね。パブ G でもやりますか？時間余ってるし。時間が余った時はね、とりあえずパブ G やっとけって風潮ね。よし、やります。パブ G やろうか。そう、デモとかいいよね。懐かしい雰囲気出てる。昔のゲームは当たり前のようにね、あるんですけど、あったんですけどね。